なるべく内へと地元ホームコースの赤岩義雄が当然のごとく動きを見せてきますが、高額版から辻映像、山田優太も主張の2コースで赤岩義雄が3コース戦です。創刊70周年記念中日スポーツ賞第44回の龍神杯ファイナル優勝戦、すでにホームコース3艇辻映像、山田優太に当然のごとく動いた5号艇の赤岩義雄、この3者を見ながら3号艇の峰重裕二、4号艇の原田秀也に6号艇の吉田俊彦と続きます。直線自慢であっという間抜けていきたいのがシリーズリーダーの辻映像です。常に攻めの姿を披露する山田優太、久々の蒲郡で至福の瞬間を迎えたいとばかりに闘志闘魂の赤岩義雄。3号艇こちらは夢の初部位に向かってのアタック、出足系はかなり来ているが、峰重裕二、原田秀也、今シリーズ展開ハマりまくります。6戦4勝という原田秀也、サイアウトに6号艇、巧みに外からでも展開を捉えるだけの層があります。テクニック6号艇吉田俊彦で1番2番5番ダッシュ3番4番6番の優勝戦です。ファイナル優勝戦スタートします。3号艇トップタイミング1番5番3番揃ったインセンター4艇1号艇伸び返す辻映像がまずはコーナー先手を取った。2号艇山田優太が果敢な外前もターンが流れた。コンパクトにくるっと5号艇の赤岩イン主導権握ります。1号艇の辻映像、5号艇の赤岩義雄が2番手、果敢に行った2号艇の山田優太現在3番手、スタート前提正常であります。トップで回り1号艇独走体制敷いて1号艇の辻映像、5号艇2番ターンの赤岩、外から2号艇どんどん握り込んだ2号艇の山田優太強襲、かなり攻め寄ってコツンとボートが当たって5号艇の赤岩義雄の方がリードを取ります。外をまだ食い下がって2号艇の山田優太、後方4番6番3番と原田吉田にラスター3号艇の峰信也が続いています。おっと2号艇一発目のサイドのかかりが浅くフラフラとここで流れた2号艇の山田優太が交代、赤岩一気にセーフティー圏ですが、イン主導権完全に自慢のストレートで伸び返していた1号艇の辻映像であります。辻映像が悠々コーナー迎えてトップクリア、5号艇の赤岩義雄が2番手、2号艇の山田優太が3番手、後方6番4番と吉田に原田が絡みついてラスター3号艇の峰信也が続くファイナル優勝戦であります。最後のバック構成入りました。1号艇の辻映像堂々の押し切りであります。68号機のモーターポテンシャルをフルに引き出し、説明無用のハンドルテクニックとの噛み合い抜群でありました。シリーズリーダーが堂々1番人気に応えますが、玉氷は SG を含めて3回目、通算は79回目の優勝に向かいます。龍神杯を制するか、1号艇の辻映像、5号艇の赤岩義雄が2番手、2号艇の山田優太が3番手、優勝戦まもなくゴールイン、先頭1番の辻映像ゴールイン、おめでとう。2着で5番の赤岩です。7番の山田が3着、6番の吉田、後方4番の原田に3番の峰重ゴールイン。